本気を味わえる場所だなっていうのは今回強く感じたところではありますね。で本気で悔しいって思ったりとか、本気で悲しいって思ったりとか、そのやるせないっていう気持ち、全部その本気の気持ちで、また嬉しいっていう気持ちとか、やったーって思う気持ちも、なんかこのみんなが本気で挑みに来る舞台だからこそ、その本気の気持ちを味わえるんだなっていうのは強く感じていますね。だから私にとって本気になれる場所なのかなっていうのはちょっと思ったりしています。